は。チャンスであるとともに大きなリスクもあるという指摘についても聞いています。チャット GPT ですとかそういった生成 AI は、極論して言いますと計算力勝負というところがあります。日本というのはもともとスーパーコンピューターの分野で世界一を何度も取っておりますし、リスクというところなんですけれども、百聞は一見にしかずということで、ぜひですねデモをさせていただきます。ですね、このマスクをつけるとリアルタイムに私の声が総理の声に変換されて聞こえる。おー、すごい。これがディープフェイクと呼ばれるような技術です。なるほどね。一番データがある計算力であるのは英語だというのが覆されるんですけども、人口サイズを比べて日本語の文章が非常に多い、あるいは大学に行ってて文章をちゃんと書ける人の量が多い。質が高い、そして信頼に値する生成系 AI が競争力を持てるルールを作って環境整備するということなんじゃないかと思っております。原産地表示とか原材料表示に値するような、例えばこれは適切な合法に、取得したデータを使っていますという表示、これっていうのを例えば導入するとか、使いこなせる若手のエンジニアの研究者ですとか、実際に作りたいと思っているエンジニアと研究者の人はいろんな企業とか大学にいますので、ぜひこの、チャンスを逃さずに産学官で連携できるような組織を作るですとか、AI と言われた時にこうターミネーター的なですね、人と戦うものを想像するのか、あるいはドラえもん的な一緒に生活をより良くしていくものを想像するのかというと、どちらかというと日本全体としては後者を想起する方というのが多いんじゃないかと。本当に取り組まなければいけない課題はたくさんありますし、何よりもこの分野のスピード感の速さ、これに追いついていけるかどうか、これが政府の取り組みの大きなポイントになるんじゃないかと思っています。